禅をカタルシス、第3回でございます。今日はね、喫茶子、有名ですけど上州禅師の喫茶子、どうだったかな、ここに来たことはあるかって聞いて、来たことはあります、来たことありませんって、まあどちらにしても、まあ、喫茶子って、まあお茶でも飲んでいきなさいみたいな感じで言うんですけどね、まあ禅問答みたいなことをなんか繰り返してると、なんかだんだんこうなるくなってくるというか、なんかこうぬかるんでくるというか、あのその禅問答みたいなことを繰り返しているうちに、なんか焦点が絞れてくるみたいなことがあるんで、ここに来たことがあるかとか言って、いや来たことありません、来たことありますとか、まあ、そういうなんか抽象的な会話みたいなのを行うことによって、なんかえみたいな、なんかそういうのもちょっと大事なのかなとか思って、ここはどこだとか、なんかここに来たことはあるかでなくても多分いいと思うんですけど、ここは海の中にあるのか、それとも山の頂かって言っても同じことだと思うんですけど、まずこのえ何言ってんのこの人みたいなそういうのもちょっと大事なんかなとか思うんですけどね、まあそうやってなんかこうなんか会話を繰り返してるうちに、なんか禅問モードみたいな、禅問答から禅モードになるみたいな、こうなんかこう馴染んでいくみたいな感じになってきて、ほんでまあ座禅とかして、かそういうの繰り返してるうちになんとなくなんかうんみたいな感じに、ちょっとずつこうぬかるみに入っていくみたいな感じだと思うんですけど、で一応に進めたのがこの喫茶子って、お茶でも飲んでいきなさいって、まあ僕もよくこうお茶のここに収まれるって、お茶飲んでることにも収まれるっていう話をよくしてるんですけど、本当にこれでまあお茶一杯なんだけど、一杯のお茶でもう完全に今っていうところに、くさびを打つっていうかね、縛り付けるっていうのがありますよね。お茶でも飲みなさいって言って、お茶飲む。ここでもうこっから離れられないんですよね。お茶を飲むことから。もうお茶飲むっていうことにも突入してしまったら、お茶を飲むことから離れられなくなる。くさびを今打ち込むような感じでお茶を飲む。もうグッとがんじがらめになって、一杯のお茶でもうここから一歩も動けない。お茶を飲むことからもう一切離れられなくなる。一見不自由なように見えますが、こんなに自由なことはない。ここから一歩も離れない。どこにも行かない。ここしかない。これしかない。一杯のお茶でくさびを打つ、縛りつける、
一杯のお茶で縛りつける。動けない。もうこれしかない。お茶を飲むしかない。覚悟を決めて、お茶を飲むしかない。ここから離れようがありません。これが喫茶子。全てもここに収まってる。他に求めるものがない。求めるというのは何かすっごいと脳天から直撃して落ちてくるとんでもない快楽とか、そういうことではなく、そういうものを求め、あ、そういうことではないから、そういう脳天に直撃する、それが何か快楽的なものが、何かものすごい気づきが直撃することを求めることはない。何も求めることはないという、そういうことも、これしかない。もうこれ以外にない。一別もない。もうこれ、これしかない。喫茶子、お茶という怒りを下ろして、もうそこから離れることがない。お茶一杯という怒りを下ろして、どっしり構えて停泊する。上司王将、喫茶子でした。サイコパス。